おはよう、花ちゃん。おはよう。毎日大変だね、生き物がかり。まあね、実はさ、虫苦手なんだよね。ラルバ可愛いのに。私たちの教室にはイモムシがいる。ラルバ、おはよう。おはよう。待って待って、おはよう。調子はどう？とってもいいわ。そろそろさなぎになるかしら。すごい楽しみ。いっぱい食べなよ。ラルバは白い花が好きだ。それでは、他に案がある人いますか？お化け屋敷。面白そう。だろ？幽霊に化けて客を驚かせんの。こんな感じでさ。怖い。じゃあ真っ暗にして、怖い音楽流そうよ。うん、もうお化け屋敷でいいんじゃない？はなちゃん、やめてしまうの？いいのいいの。人間、空気を読むことが大切なのさ。そうね。でも自分の好きなものも大切にしたいなって思うのよ。ちなみに私は食べることと踊ることが好き。それに花ちゃんの歌も好きよ。恥ずかしいやつ。本日未明より日本各地でガのような姿をした未確認生命体が発見されています。この生命体、非常に攻撃性が高く被害が相次いでいます。専門家によると、羽化する前は在来のアオツノモルフォの幼虫やサナギに酷似しており、判別は非常に困難だということです。しかし幼虫やサナギならば殺虫剤で駆除が可能です。今後の処置について政府は動物保護団体と協議中です。静かに。聞こえないだろう。どうか慌てず落ち着いて対応してください。おい、殺虫剤。ちょっと待ってよ。うわ、こっち見てる。かぶせろ。ラルバは宇宙から来たの？私にもわからないの。そっか。私、虫苦手だけど、ラルバにはいなくなってほしくないよ。それでは、意見のある人。ラルバは友達だけど、どっちかわかんないんじゃな。ではラルバを駆除した方がいいと思う人。
あれ？反対ですか？あの、みんな辛いんだよ。私だってこんなことしたくないのよ。宇宙人だったら。しょうがないって。もそう言ってるし。確かに。反対ですか？それじゃあ、全会一致で。私変わりたいな。